はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、ワンピースからカードゲームということでね、新しく発売されたワンピースのカード。はい、まあ、こちらにね、カードダスって書いてありますけれどもね、はい、こちらのカードゲームがね、新たに始まったんですよね。はい、それの第1弾。これがね、一応私はワンボックス購入しまして、なんかもうすでにねプレネってますね、うん、どこも売り切りみたいです、このパックすごい人気みたいですね。でこれは、全121種もあるんですよ。はい、で1パック6枚入りのワンボックスで24パック入りということでね、はい、それのブースターパックになります。でレアリティはコモン、アンコモン、レア、スーパーレア、シークレットレア、リーダーカードと、はい、このようなラインナップになってますね。はい、まあもちろん狙うはねシークレットレアですからね。シークレットレアが多分一番、2種類しかないからね、一番多分高いカードなんでしょう。はい、なので今回はこちらをね開封していきたいと思います。では早速、パッケージから見ていこうかな。はい、はい、パッケージはまあこちらのねボックスの表紙と同じですね。はい、うん、特に、うん、これといって変わりはないですね。はい、では早速ねこちら一パックずつね開封していきたいと思います。はい、ではワンパック目、まあ、どういう感じで入っててね、何番目にレアリティが入ってんのかっていうのがわからないんでね、最初は手探りでいきます。まあその後はね、まあノーマルはさっさと開封していきたいと思います。ではワンパック目、ドン。あ、これキャベンディッシュですね。はい、これは何だろう、これはコモンですね。はい、まあここにね C って書いてあるんで多分コモンですよね。はい、キャベンディッシュ2枚目、せーのポン。これもコモンですね。オフィサーエージェント。はい、では3枚目、ドン。はい、これはコモン、ホールデム。はい、イラストがね、イラストレーターの方がね描いてるみたいですね。それぞれいろいろなイラストレーターの方が。はい、では4枚目、せーのポン。はい、これはこれもコモン、ワイヤー。うん、かなり個性的なイラストですよね。はい、では5枚目、せーのポン。あ、これは人名ですね。これはアニメのワンシーンっぽいね。はい、あ、これはアンコモン、アンコモンがジンベ。はい、では6枚入ってるんでこれ次がラストですね。はい、では行きましょう、せーの。あ、これはキラキラしてますね、クロコダイル。これは何、あ、スーパーレアだ。スーパーレアがこういう感じの輝き方ですね。ホログラムが入っている。はい、スーパーレア。一番最後がレアリティ高いやつなのかな。うん。クロコダイルでしたね、一発目は。はい。まあ、裏面はこれ、レッドですね。フィルムレッド。あ、なんか違うね。あれ。最後だけか。最後だけが、なんかフィルムレッド。フィルムレッドのイメージイラストになってますね。スーパーレア。あれ違うな。あれ、あ、最後がこれ違うのか。ドンカードだ。あ、ドンカードがあったね。ああ。ドンカード。っていう感じですね。多分最後はこれ
多分全部ドンカードが入っていると思います。はい、だから最後から2番目かな。まあこれはカウントしないんでしょう。7枚目だもんね。ワンパック6枚入りなんでね、これ7枚目なんでこれはカウントしないと思います。はい、では2パック目。じゃあ最初の方はね、レアリティのところまではパッパといきたいと思います。はい、キャロット、あ、このキャロットかわいいな。ちょっと気になるやつはね、ちょっと、止めますね。あ、このキャロットかわいい、すごいかわいいイラストになってる。はい、クリーク、川松、犬嵐、次ぐ、あれ次が、次かな、違うか、はい、ボンクレー、ベンさん、これがアンコモンだよね。で次ですよね。はい、せーの、バン、あれ、あ、これがレアなんだ。これレアですね。あ、レアはちょっとメタリックですね。はい、レアがメタリック。このロビンもいいな、イラストめっちゃ綺麗。いや、イラストが秀逸だわ、これ。あ、このロビン、かわいい。はい。で、ドンカード。はい。って感じですね。はい、3パック目。はい。この次かな。あ、まだ、あ、これか、ブラックマリア、レアですね。はい、メタリック、このブラックマリアもいいな。イラストレーターすげえな。はい、デトン。はい、4パック目。この次かな。はい、いきます。せーの、あれ、あ、これもレアか。あ、ゴムゴムのレッドホーク、必殺技ですね。これは漫画のイラストの方ですね。はい、なるほど。はい、5パック目。せーの、ドン。これはおもちゃ。こういうのもラインナップされてんだね。パンクハザードで逃げ惑ってたね、巨人の女の子だっけ。はい、この次かな。いきます、せーの。あ、これまた必殺技、雷鳴発見。はい、カイドウ。はい、6パック目。はい、この次、せーの、あ、ナミ、レアのナミ。これはアニメかな。はい、はい、7パック目。このモネもいいね、イラストがいい。はい、この次ですね。せーの、バン。デンジロ、
この次ですね。せーの、あ、ドフラミンゴレア。このイラストもかっこいいな。かっこいい。9パック目。はい、この次ですね。ちょっと待って、オペローナなんかすごいね。ポップっぽい。いきます。せーの、あ、ドレーク、レア、ディエス・ドレーク。はい、 いやこうなるとなかなか出ない。最初のスーパーレアなんだ、最初のスーパーレア以外ずっとレアばっか。いやこれシークレットレア出る気配がないね。はい、行きます。はい、この次ですね。もうそろそろレア以外出てほしいね。せーの、俺は楽しむ時間なんてねえんだよ。来たって言っても、あのスーパーレアか、ゾロ。うわー、俺の一押しゾロよ、来てくれた。スーパーレアでもこれは嬉しいな。いやゾロかっこいい。いやいいねゾロ、スーパーレアのゾロ。おっと、はい、行きます。せーの、最初の1枚は何もないか。はい、この次ですね。せーの、あー、バーソロミュークマレア。いや来ないなー。普通にめくっちゃってた、ぼーっとしてたわ。はい、レア、クイーン。このクイーンのイラストもいいね、面白いわ。はい、あ、ん？ドンカードでもこれなんか違うね。あれ？後ろのあれがフィルムレッドのやつじゃないね。これはなんだ？ドンカードでも別なドンカード、最初の頃だね、出発の頃のね。これは何だろうね、これ普通のドンカード扱いなのかな。もうよく分かってないけど、はい、でもキラキラしてメタリックだ。ルピダのイラストもすっげえ可愛く補正されてる。すげえ。はい、この次ですね。せーの、あ、ローじゃないか、スーパーレアのロー。おお、かっこいいねローも。さすがにスーパーレアのロー、いいね。はい、気のせいかスーパーレア以上が出ねえな。そろそろなんかもっと違う輝きのものが欲しい。
はい、この次ですね。せーの、これはカイドウのスーパーレア。あ、スーパーレアだ。お、かっこいいな、このカイドウのイラストも。すっげえ迫力。すげえ。おほほ、かっこいい。はい、はい、この次、せーの、これは何だろう。あ、これウルティだけどレアなん、あれレアなんだけど、なんかすごい輝きがすごいな。これなんだ、あれレアなんだよね、レアなんだけど輝きがめっちゃすごい。スーパーレアよりすごい、スーパーレアよりすごいんだけど。なんだろうこのカードは。一応パラレルもあるって書いてあったけど、これがパラレルなのかな。めっちゃすっげえ輝き、しかもウルティ、いやウルティ好きなんですよねやった、このカード嬉しいな、めっちゃいい、デザインがすごい可愛い、これはいいな。なんだろうこれ、パラレル。はい、この次ですね。いきます。せーの。まあ、普通のレアか。はい。レアはこれだよね、どう見てもね。さっきのこのウルティと比べると同じレアなんですけど、全然違うもんね。これ、すっごいわ、ほんと。次ですね。せーの、まあ、これは、うん、これはレアですね。レアのジンベイ。このジンベイもいいね。イラストがすごいいいな今回ね。はい、この次、せーの、あ、サンジ、レアのサンジ。はい、あれこれなんか初めて出た気がするな。ここに L って書いてありますね。リーダーカードか、これリーダーカードが出ましたね。はい、この次だよね、レアリティ。せーの、うん、ディエストレイクのレア。あれリーダーカード初めてかあんまよく見てなかったけど、あ、リーダーカードは、あ、裏が赤なんだね。はい。ノーマル。ノーマルは青で、リーダーカードは赤。初めてのリーダーカード。あれ？でもなんかそんなキラキラしてるわけでもないね。リーダーカードは全8種だよね。
リーダーカードは全8種。全8種だから、あんまそんなないのに、特に特別感ないね。そういうもんか。はい、次ですね。せーの。あ、普通、レア。はい。はい、この次。せーの。あ、普通、レア。ページ1。はい。あ、これおたまかわいい。めっちゃおたまかわいいイラスト。せーの。あ、ウソップ。レアのウソップ。はい、ついにダストパックになりました。はい、いきます。はい、この次ラスト来てくれ。せーの。あ、普通にレア。ペッペポ。はい、ペポのレア。はい、以上になるんですが、こちらにボックス購入特典パックがありますね。全6種で入ってる内容がこうですね。キャベンディッシュ、犬嵐、猫マムシ、アルビダ、ベローナ、フーズフード。こん中だったらペローナかな。狙いはベローナで行きたいね。はい、ではこのボックス購入特典パックも開けてみましょう。はい、いきます。こいペローナ。せーの。でん、フーズフーでした。あ、でもすっげー嫌ってんね。一応リアリティとしてはアンコモンなんですね。うん、ここにアンコモン。はい、フーズフー。はい、といった以上になります。はい、今回多分すごいのはこれですよね。ウルティ、これは何なんでしょう。まあおそらくパラレルかと思います。パラレルのウルティでしょう。はい、はい、すいません、終わろうと思ったんですがね、ワンパックね、なんか落ちてました。はい、このワンポックかけたいと思いますね。はい、ちょっといいの出るか。はい、ここですね。せーの。お、これウルティじゃん。ウルティのレア。あれ、レアやっぱこれあれだよね。これと同じレアなんですよね。すげえ、やっぱこれ特別なんですね。パラレルだ。やっぱ普通のレア、これイラストはこれなんで、あで、リアリティは同じなんですよね。同じレア扱い。いや、すげえ、こう見ると全然イラストが違う。なるほどね。いや、これは良かった。はい、といったね、新しいカードゲームが発売されました。まあこれね、もう結構ほんと売り切れてるんで、普通にアマゾンとかだと1万円とかするんですよ。これ定価いくらだっけ。
定価がねそんな1万もしないと思うんですよね。うん、だから多分カードショップ行って在庫あるかどうかだよね。まあ、あったらぜひ買ってみてください。イラストがねめっちゃ秀逸ですね。これでねゾロのなんかすごいのがあったらすっげー欲しいんだけどな。まあ、今回第1弾ということでね、いやこれから楽しみですね。第2弾とかね、まあ、ワンピースファンならぜひねコレクションのしがいがあるんじゃないでしょうか。ということでね、今回開封させていただきましたのはワンピースからカードゲーム、こちらのねボックス開封させていただきました。まあ、皆様もねぜひこの機会にね購入してみてはいかがでしょうか。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。